いや、なんか面白い。なんかこう雰囲気あるな。ちょ、堀川プロのプロフィール出してよ。え？あ？ページ落ちてるの？ちなみにこのレフェリーの方も福岡の方です。福岡の方です。このレフェリーの方ですね。ハゲ取るほら言うな、それは言うな。いつも見れない。本当っすよね。うわあ、ちょっと本当は茅野選手ちょっとドラキュラ感がありますね。今日半端ないですね、ドラキュラ感。メラさんじゃん。メラさん。いつも落ちる、すいません。スタッツする。いやでもスタッツなんで、いやすいません、あの女子のスタッツちょっと持ってきて。ガチ、あガチ忙しいね今。あ全員忙しい、全員忙しいんだよ。暇なのはお前ぐらいのもんじゃんだ。うん、知能選手ちょっと体調崩してたね。ここでトン8点。さあナイストンですね。堀川選手でもうまいですね。やはり、飛びはいいですね。あ、トーナメント用帰ってきたら、さあそして20、さあしっかり決めました。さあ続きまして、堀川選手先行のクリケットですね。
もう全然ダメですね。なんか見れないの。もう見れるようになった。もう見れるようになったみたいですよ。あら、なんかまだ見れない。アクセス集中で見れないそうです。アクセス強すぎですね。強すぎ強すぎ。ダブルダブルすごい完璧。インブルインブルインブル。強いですね。今年の血のマスミは何かが違う。スタッツが、7.8。 横ずれとかはそれでほとんどなくせるんじゃないかな。まっすぐ振れば入るという位置に持っていける。こう投げなきゃいけない、ああ投げなきゃいけないっていうのはもう絶対的にないというふうに思ってほしいんです。あんまり人には言いたくないんですけど、すごい今年1年の活躍がもうこれにありということで。ハゲるとハゲ取るやないかい。ここぞとばかりに。あかんよ皆さん、あかん。さあここの19オープンのみは痛いですね。さあ1投でカットしてからの17からの惜しくも入らず。さあそして堀川選手、オープンのみ。さあ18カットからの、届かずですね。ひと伸び足りてない感じがしますね。ダーツがですね、ひと伸び足りてない。うん、ここでオーバーですね。さあそして千代選手20で加点ですね。そして16カットですね。しっかりと相手の追撃をしっかりと止める千代マスミ。さあここもオープンからの加点ならず。20持ちは大きいですね、本当にね。20を持つのはコガネムシを持ってるのと一緒。コガネムシは金持ちだみたいな。どうも失礼しました。20を持つってことはそういうことです。さあそしてここオープンしたいですね。外しました。飲んでんのか。いや飲んでません、すみません。どうもすみません。そして決まった。血のマスミ、早くも決勝トーナメント1回戦突破ですね。今年の血のマスミはやりそうですね。はい、体調が悪いながらも1回戦堀川選手を 3-0 で下し2回戦進出です。強いですね、強いです、強いですね。